Welcome back to More Guilty Gear, continuing with Chapter 7, Part A, Thesis. まもなく祝勝会が催されます。この機を逃せば、もはや人類に未来はありません。私はギアメーカーの言葉を信じ、レオと共にこれに参加します。だからソル、力を貸してくれ。話を続けろ。よし、では作戦を確認するぞ。カイ殿とレオ殿は祝勝会に参加し、西欧から直接生体訪問を入手。これは彼女の信号を追跡するために必要だ。敵も動きを見せるときは隠れ家に向かうだろう。その信号をたどればジャスティスとエル殿の居場所も特定できる。でも世界中が大変な時なのに、本当に祝勝会なんて開かれるんですか？西欧自ら高官たちに声をかけています。決起集会の名目で強行するつもりでしょう。つまりそこで何か動きを見せる可能性が高い。我々の動きにも感づいているかもしれん。くれぐれも気を抜くなよ。フレデリックのチームは西欧の信号を追い、現地でエル殿とジャック王をすげ替える。そこまではいいが、ジャック王とジャスティスを融合させるエネルギーはどうする？まさかジャパニーズを使うわけにはいかんしな。このジャンクヤードが起動できればな。アウトレイジ強力すぎる。ならどうする？オラトリオ星人を使う。オラ…なんだって？オラトリオ星人、かつて俺が専門で研究していた上限のないエネルギーだ。実用に耐えうるのか？君の夢は僕のせいで頓挫してしまったからね。なんとかバルムンク級までは安定させた。砲力にも速度表皮効果がある。団体の伸縮領域をプラスマイナス 0.28 に設定すればもっと安定するはずだ。しかし、ということは。ああ、僕のラボだ。数世紀前の骨董品だが、ちゃんと手は入れてある。僕とドクターザッパ君はここで準備を進める。では残る問題は足ですね。ジャスティスの居場所が現存の船で移動しても間に合わないほど遠かった場合はどうします？みんなが親父みたいにミサイルに乗るってわけにはいかないしな。あのキツネがいれば移動は楽なんだが。イズナはバビロンの事件以来連絡が取れない。おそらく西欧が手を打っているのだろう。だがそこも抜かりはない。作戦は完璧だ。どうした、リオ殿？いや、なんかそのセリフにはいい思い出がない。だからな、ミスター、俺は何も断ってるわけじゃないんだ。先日の件だって渋ったりはしなかったの？だがまあ本来なら、ここに直接あんたが来たことで俺たちは尻尾を巻いて引くってのが筋ってもんだ。それがどうだ、こうして自慢のガレージに迎えてくれているというわけだ。回りくどい言い方はいい。面積が欲しいんだろ？エグザクトリー。特にこれから見せるもんはそいつが欠かせない。だから条件は一つっていうわけにもいいかない。いや、一つでいい。こいつを見ろ。このデータをやる。時間がないのか？その時間を買うためにここに来た。わかった。だがこいつの効力はあんたの在任期間中までだ。悪いが後で書面でくれ。
抜け目がないな。これでも一家の長だからな。ところで俺の自慢はガレージだけじゃない。グリーンカムビダーク号だ。これは法定規格内なんだろうな。その法定規格をねじ曲げるってのが最初の条件だ。私は貴殿の国が未認可の小国であることを笑うつもりは毛頭ない。しかし仮にも国家元首を名乗るならば、言葉は慎重に選ぶべきだ。今の話は全て憶測に過ぎず、証拠もない。内容に関してはむしろ笑えん話だ。貴殿が入国審査も受けずにこの部屋に入った二人目の男だということもな。細けえことは気にすんな。どうすれば協力してもらえる？物には順序というものがある。まずは当事者に連絡を取るべきではないか。草の者がいるに決まってんだろ。泳がされて叩かれんのがオチだ。多分ここのホットラインも監視されてるんじゃねえのか。多分分かっているのか。貴殿はそんな裏も取っていない話で、このツェップに他国の領空を侵せと言っているのだぞ。いや、あんただって何かを疑ってたはずだ。そうじゃなければ元老院のアジトに諜報員を向かわせたりはしない。違う。状況を正しく把握するためだ。目的は国交の正常化だけか。後押しの政策にしちゃ随分地味だな。それに G4 の開催時期だったのに、他国を出し抜いて非公式の内政干渉。国連加入を控えたゼップにとってこれほどのリスクはないっての。それをただの状況把握だっていうのか。言葉は慎重に選べと言ったはずだ。内政干渉などと人聞きが悪いにも程がある。もうのらりくらりと拉致が開かねえな。じゃあ今までの話、もし嘘だったら俺の国をくれてやるよ。なんだと？貴様、軽々しくかけていいものを区別もつかんのか。この技は俺の目を見ろ。軽口に聞こえたなら謝る。だがどっちだ、あんたと俺、適当言ってるのはどっちだ。確かに俺はちゃんとした言葉が出てこねえ。だからこの目を見て判断してくれ。拳を振り抜くのはその後でもできるだろう。まったく、何年も経つのに未だに為政者としての言動が身につかんのか。そうか、自分ではいろいろ成長したつもりなんだけどな。いや、変わっていない。その眼差しがあの時から少しでも曇っていれば、躊躇なくその顎を砕いていた。しかしどうするつもりだ。あの時とは事情が違いすぎる。下手を打てば砲撃の的になるぞ。だから連絡しない方がいいんだよ。俺の勘が正しければおそらくそれどころじゃないはずだ。皆様、本日はお集まりいただき感謝いたします。私のいでたちに戸惑われることかと思いますが、これは決意の表れです。人類史上最も大きな階段を上る本日はその一歩を踏み出す日となるからです。そう、昨日までのこの日は
人類が生きる権利を勝ち取った日でした。しかし、今日をもってこの日はさらに深い意味を持つことになります。示すのです、確固たる決意を。人類とはただ連帯し、外敵に対し存在を左右されるだけの物体ではないということを。歴史の価値を、心の価値を、人類がこの世界で唯一自らの意思を持って普遍の価値を示す存在であることを。ようこそ。ちゃんと来てくれましたね。よかった。貴様、一体何を企んでいる？敬語を忘れていますよ、第二連王。これでも私は現職の聖王です。よくも抜け抜けと。さっさと正体を晒したらどうだ。あ、そう、オッケー。じゃあ堅苦しいのやめんね。ああ、ところでさ、今の本当いいよ。今まで提案された中で一番いい。聞きたいことは山ほどあるが、一つだけ腑に落ちないことがある。貴様の目的は新人類の創生と聞いた。なぜ人間をここまで追い詰める？人間じゃない、人形。もう今の私の前でその言葉は禁句だぞ。で、なんだっけ。あ、そう、私がどうして人形をいじめるのかって話だったよね。簡単。大っ嫌い。そう設定したの、自分をね。設定した？そう、私ね、あんたらと同じ価値観ってのを学ぶ必要があったの。まあそう、だから、うん、わかんでしょ、同じ目線ってやつ持つことにしたの。でも人形ってさ、気まぐれだよね。感情はちょっとしたことで大きく傾いたりすんの。だから誰かに優しくされて、お前たちがかわいそう、やだかわいそうとか思っちゃったらどうする？台無しじゃん、計画したことね。だからこれ以上ないってくらいに徹底的にでっきれでっきれでっきれって憎むことにしたの。皆殺しにできちゃったら、あー、すっきりしたって思えるほどにね。でもねそんな欲張ったわけじゃないの。子供がさ、お母さんの買い物カゴにさ、ちょっとこっそりお菓子入れるときあるじゃん。そういう感じ。理由もなく憎むことはできないだろう。え、理由はあるよ。そいつはこうなる前からしっかりとね。あ、そうそう、あんたらさ、人形の主食ってのがなんか知ってる？主食？何の話だ。なんかね、パンじゃないよ、パンじゃないの、肉や野菜じゃないの。よち、何よりよちってのが大好きみたい。よちを探して見つけて歓喜して、それをバクバクバク食い尽くす。でもね、そういうのにすぐに飽きちゃうの、すぐ飽きちゃうの。さっきまで喜んでハハハハってむさぼってたのに、すぐ飽きちゃうの。そしてまた新たな余地を探し始める、探し求める。餌がある限り自らの許容を超えても食べ続けちゃう。まるで豚。なんだと、貴様人間を。人形だ。なんだ、脱線しちゃった。もうやだ。あ、でもまあそれが理由だからね。さっきのスピーチ悪くなかったの、本心だったから。なんだテレーン。
を始める気だ。余興だよ。パーティーにはつきものだろ。何よ。レオ、どうして。なんだこの揺れは。落ち着け、カイキスク。お前は落ち着けるはずだ。余興の主役なんだから、らしく振る舞ってくれ。これが落ち着いていられると思うか。まあ、落ち着ける。一言で言ったって漠然としてんじゃん。だからさ、私は必死に、本当必死に考えたの。サンタはいないって言われても、どこかでその可能性を探る小さな子供みたいにね。そんである時ね、ひらめいたの。は？希望！いよいよだね。やめろ。おめえら人形から全て奪うには希望を刈り取ればいい。てごきげんよう。私はご存知、アリエリス。みんなが大好き聖王様だ。しかし同時に、今まで隠してごめんね。慈悲なき刑事なの。ちなみにこれは冗談なんかじゃありません。嘘だと思うなら傘下に連絡してみてください。今は営業時間内でもね、きっと誰も出ないから。そんで、これから私は世界を制圧します。で、こういうのってビシッとこう決め台詞みたいなのがあるよね。その方がみんなに分かりやすい。だからやるね。やめろ。貴様は、貴様は信仰まで奪う気か。未来を悲観しろ。ギリギリだったな。
たのってまずくない？一人？そいつはどうかな。今日の本番はこれからだしね。ドン、見せ。立てるか。あなたは。セオには逃げられちまったが、これからどうする？もう打つ手はなしか？そうでもありません。